こんにちは、まったりおじさんゲーマーです。今日もライフアフターをやっていきたいと思います。はい、まあ、市役所に来てます。はい、この前ね、領地解放クエストを行いました。この方エドワードさんが、領地顧問なんですけれど、領地を解放するということで、ここのね、昇竜平原エリアっていうのをね、開発しました。他にもね、あと3つエリアがあるんですけれど、例えば、このエリア、開発するためには、金塊が3000、木が8000、石が4000いります。多分このエリアも同じかなと思うんですけど、まだね、他のエリア開発するには、石が足りません。でね、今回のこの、昇竜平原というエリアを開発したので、今ね、離島にいるんですけど、離島からね、その開発したこのエリア、こちらが、昇竜平原なんですけど、まあ、このエリアに引っ越しをしようかなと思ってます。まあ、市役所に一番近いのがここ。この物件、あ、何か言った、兵隊だ。いやなんだなんだ、ここの物件が一番近いかなと思ってるんですよね、市役所から。で、ここに引っ越しをしようと思っております。はい、これ引っ越しをするためには、お金がいるんですね。名誉市民確保オーナー合致します。24時間内に引っ越ししてません、合致します。で、引っ越し料が、500新貨幣。はい、で、項目最速って書いてますね。はい、ということで、今お金がありますんで、ここに引っ越ししたいと思います。はい、応援します。本当に引っ越しますか、確認 OK。 はい、これで、お、なんかすごいすごいすごい、お、ボーン、なんと一瞬のうちに、はい、引っ越し完了で、あれ、引っ越し完了したんですけど、この家の前にあった、木の柵とか電気柵がなくなりました。まあ、それはいいか。あと、ここにあったもの、あ、ありますね。はいはいはい、OK です。家の中も特に問題ないですね。はい、ということで、引っ越し完了です。新しい環境で、上から見るとどんな風景かな。あ、いいですね。市役所が目の前に見えるということで、はい、まあ、市長にはふさわしい場所かな、というとこですね。あ、いいですね。あ、こんな感じで、ここに座って、はい、眺めることができますね。いいですね。はい、ということで、引っ越しをしました。まあ、これからね、設計図に基づいて、荘園改造をね、行ってみたいと思います。はい、ということで、今回はね、離島から、昇竜平原へ引っ越しましたという動画でした。はい、よろしければチャンネル登録お願いします。まったりおじさんゲーマーでした。